4拍4拍で、いわゆる4拍で、ぞめき囃子というものを刻みますけれども、皆さん方にお教えする場合については、それをもうちょうど半分に切っちゃって、2拍子で1拍2拍1と2と1と2とというリズムを刻んでいただいて、この阿波踊りを踊っていただこうかなというふうに思っています。 ですから今日は今からぞめき囃子をもう一度皆さん方にお聞かせいたしますので、皆さん方の感性で手拍子で1拍2拍1、2というリズムをちょっと手拍子のご協力をよろしくお願いいたします。 皆さん、2拍子簡単ですから、パッとこう手拍子が出来上がりましたけれども、先ほども申し上げたんですが、鳴り物のスピード、リズムが上がると皆さん方の心も浮かれてきて、手拍子自体もこういう形から、こういう形にね、ちょっと体が浮かれる手拍子になってございます。それが阿波踊り特有のリズムで、単なる2拍子 拍数に直しますとね、その拍数の刻み方というのが、タタタタという単純な部分じゃなくして、タッツタッツタッツという形の3連符という浮かれのリズムというものがですね、皆さん方がもう勝手に身についてるわけですね。ですからこの3連符という浮かれのリズムに乗って、皆さん方が体を 動かしていただければ、それだけで阿波踊りになりますけれども、簡単にですね、ちょっとだけヒントを差し上げて、パチンって叩いた時に足がちょっと出してみてください。パチン。で、また帰っていただいて、またパチンって叩いた時に逆の方の足が出た。それをリズムに乗って浮かれのリズムに乗ってやっていただくということが阿波踊りの足の運びになります。よろしいですか？はい、どうぞ。 戸惑ったかもわかりませんけれども、パチンって叩いた時に足が出ますよ。で帰っていただいて、またパチン、この繰り返しになります。で最後は右足が出た時に右手が出ていきます。そして左足が出る時に左手が出ていきます。もう最初に言っときますけれども、そうすると大体のお客様は右足を出す時にこういう形で出しますね。おそらく阿波踊り踊ったことのない半数以上の人は こういう形で同じ方向の手と足を出そうとします。これなんか今笑い声があったようにおかしいと思いますね。これはおかしいんです。
で、皆さん方はおかしいと思う反面、右手と右足が出るんだから手と足が同じ方向が出るってことは歩く時と逆さまだと思うわけじゃないですか。そうじゃなくして同じ方向を下から出すから逆さまであって、上から出すということについては頭の中で働かないんですね。ですから手を下から出そうとして上まで行っちゃうと、今度下ろしてくる時には右足が出る時に右手が出るんです、必然的に。ですから手を上げていただくと、下ろす時には必ず右手と右足、左手と左足、右手と右足ということにつながりますので、今日は皆さん方全員手を上げていただいて、ちょっと手を上げてください。いいですか、全員手で。右足が出る時に右手の方をちょっとだけ前、まあ、あまり頭の中で考えない、少しだけちょっと前に出すぐらいの気持ち、そのぐらいの気持ちだけでね、 手と足を同じ方向を出していく。ただし男はね、ちょっと先ほどの お姉さんの男前にもあったように腰がドンと座ってね、少し腰がクッと入って股を割って、その足先の方に足がポンと出ていく、また出して、でポンと出て、逆に女前のようにこちらをひっつけるぐらいの気持ちで前にこそっと出していく、前に出していく、それが上品な情緒のある優雅な女前の足さばきになります。そういったところをですね、気をつけていただいて、後のやり方は全く一緒ですので、ちょっと手を上げて足と同じ方向を出すのを練習します。はい、右右左、いいよ、そうそう、からね、皆さん方誰でも踊れます。先ほど言ったようにリズムに乗って体を動かせれば、それだけで阿波踊りになります。ですからそちらのゲートを最後に担当の人に開けてもらいますので、全員ね、皆さん方こちらの前に来て一緒に踊っていただく時間設けますので、最後まで、ご観覧をお願いしたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。短い時間でしたけどね、見るは本になっていただきました。
Thank you.
Thank you.